え、皆さんこんにちは。えー、レックス専任講師の弁理士の吉村です。えー、とですね。今日は口述試験は軽視すると失敗します。口述突破のための3つのポイントということで、えー、お話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で、あのー、生で受けていただいている方はですね。だいたい1時間ぐらい。あの私、今から喋ってで,であのー？ 1>, 1時間終わって残りのですね20分ぐらいで質問を受けさせていただきますので何かありましたら遠慮なくお越しいただければと思います。でですねお手元にこの紙がございますでしょうか。 口述,述突破のための3つのポイントということでお話しさせていただきたいと思いますでまずですねあの口述試験に合格するためには何が必要なのかそのね客観的な基準を見ていきたいと思いますで特許庁のホームページ見て弁理士試験っていうとこを見るとですねこんなことが書いてあります。講述試験についてはですね、えー、採点基準を ABC のゾーン方式とし合格基準は C 評価の科目が2科目以上ないこととあります。で「abc 何ぞや?」って話なんですけれども。 もし口、ね、述アドバンステキスト2022年あの』今年のお持ちの方は見ていただきたいんですけれどねこのテキストのあの今年のね口述アドバンステキストあの過去問なんです口述の過去問なんですけれどもこれねレックの窓口であの売ってますのでもしよければあの購入いただければと思います過去問ね後で説明しますけど口述試験合格するためには超必須でございますでちょっとねこれを中身を見させて いただきますとここですね5ページ目、えーと「ゾーン方式」で A っていうのが答えがよくできている場合 A で答えが普通にできている場合は B 答えが不十分である場合には C で「特実」「E 章賞」それぞれ問答をして ABC 試験員がつけるんですよね。でその中で C, 科目あ C の科目が2科目以上なければ合格と。 でえー、とここからね2つのことが言えますでまず第1話ですね A 取らなくていいんですね A 取らなくていいとコンスタントに B 以上取っていくみたいな勉強スタイルが好ましいということでございますなんで何か来たらホームランをたまに打つよりもコンスタントにねこうヒット打っていくスタイルのことができるように対策していくことをお勧めしますでもう一個言えるのは C 評価の科目が2科目以上ないことっていうことなので C 評価の科目が1科目あっても OK っていうことなんですよねこれねであの「口述試験あるある」なんですけど講述試験でむちゃくちゃ緊張するんですよむちゃくちゃ緊張するむち,ゃくちゃ緊張してあのもう緊張のあまりもう普段の実力出せないともうもうもうなんかもう止まっちゃって声が出ないみたいなこととかが たまーにあるんで,すよで特日とかで,でそんな感じになっちゃって特日であの最後の問題までいかなかったとであのベルが3回になっちゃってあの「衣装商標では頑張ってくださいね」みたいなこと言われちゃったりとかしてそんなこと言われたら「あ特許欲しいだ終わった」って言ってその流れのね空気を引きずったまま衣装と商標を望んで「やっぱり俺はダメだ今年ダメだった」 高的案外大変だった難しかったって言って落ち込んじゃう方がいらっしゃるんですけれどもそれね大丈夫ですあの特実がダメでも衣装商標が B 以上だったら合格なんですよねなんでね気持ちをね難しいんですけど切り替えないといけないんですよねもう切り替えて 大抵多くの場合特実印象の1科目難しかったら他の科目はバランス調整のためにあの過去問の過去問やねその過去問類似の比較的簡単な問題であることが多いんですよねなので1科目をあのちょっと変な問題出ても他の過去他,他の問題はきっとね問題あの優しい問題が出るに違いないということで気持ちを切り替えし1科目取っちゃったって分かっても 2科目以上なければ合格なんでね他の科目国で B 以上取れば OK ということでね気持ちの切り替えて勉強するっていうのがとても大切でございますじゃあところで ABC ってどうやってつけるのさっきね答えがよくできてる場合には A 答えが普通にできている場合には B 答えが不十分である場合には C みたいな感じで ABC であのつけるって言ったんですけれども あの受験業界ではここんなことが言われてますあの各科目10問とか15問ぐらい10分間の中で質問されるんですよ。で最後の問題までその10分間の中で最後の問題まで到達できれば原則 B 以上。もし最後の問題までかかなかっ,た場合には C っていうことがよく言われてます。 でねあの、受験生さんの,あの落ちちゃった人受かった人の話を聞いててもやっぱりこんなん感じですねなんで原則あの最後の問題までいったら OK と思ってくださいであの10分ぐらいの試験なんですけど金がねあの3回なるんですよで、で7分ぐらいであの 受験生さん時計見てないから持ってないからわかんないですよ大体なんですけど7分ぐらい目で1回目の金がなりますそろそろ終わりますよカラン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 みたいな金がなってでそしたらあそろそろ終わるってわかるんですよねで次に2回目の金が8分とか9分ぐらいになりますで2回目の金で,鐘であのあもう終わるとでそれでもまだね問題続くんですよ で3回目の金になったらでそれがね9分とか9分30秒とか10分ぐらいになるんですけれども3回目の金になったら強制収容ですぐ荷物あのまとめて出てってくださいみたいな感じになってます。でね、なんで回目のまで3回目の金,目の金が鳴るまでに最後の問題までね到達してで最後の問題までいったらあの特許法の問題は以上ですお疲れ様でしたみたいな感じが言われたりとか。あの 簡単なねなんで便利し死亡したんですかみたいなねあの総括質問があったりとかするので最後の問題まで行ったかどうかっていうそんな感じで分かったりとかしますなのであの最後の問題まで行くっていうのが重要なんですよねこれねであの結構ね問題文が多,多かったりとかすることが結構あるんですよで 口述試験の,あの勉強の最後の方ではいかにあの無駄な時間を使わないであの最後の問題あまりいくのかっていうための努力とか工夫が必要ですでどういうことかって言ったら、まあ後で説明するんですけれどもこの試験条文参照していい試験なんですよねなんでそので仮にその問題が条文参照して回答することができる問題だったらあの。 自分からねすいませんあの条文参照してよろしいですかって言って自分から条文見て回答するとかねで仮にその条文があその問題が条文見て解決することができない問題であれば青本の理由とかね趣旨とか回答することができる問題だったら条文書いてないじゃないですかでもそれ言わなきゃいけないんですけれどもきれいに答えることができないでその時どうしますかっていう話で一番良くないのは沈黙しちゃうんですよね沈黙して。 って言っちゃうと年によっては助け舟とかヒント出してくれないんですよでそういう時もどうにかする必要があってそういう時はですねわからないながらももっともらしいことをね適当に言うんですよ。なんか「酷だからです」とかねそう「そう考えると妥当ではないからです」みたいなことを言うと「それってこうこうこういうことですか?」とか言って「あそうですそうこうこういうことです」みたいな感じで。 あのコミュニケーションというかあの門頭がんんだりとかするんでするでよそんな感じでわからないながらももっともらしいことをとりあえず短く言って会話のキャッチボールのボールをこっちで持ちす,持ちすぎないと相手にボールを投げるっていうねテクがあったりとかするんですけどもそんな感じのテクでとりあえずね問題を最後までいくというのあの努力が必要になります。 で、ちょっと話をまとめると、その合術試験に合格するための客観的な基準なんですけれども、各科目について A、B、C ってつけます。で、合格基準は C 科目が2科目以上ないことと、えっ、ー、と、さっき言ったと通り A 取らなくていい,いいですと、で、B 以上をコンスタントに取るようにしましょうと。で、あと C1 科目取っちゃっても諦めないっていうのがとても大切でございます。じゃあですね、 じゃあ各科目 B 以上コンスタントにね取っていくためにはどうすればいいでしょうかどうやって効率的にあの勉強すればいいでしょうかっていうのがこの次の2番のね口術試験合格ためのするための3大ポイントでございます。でまず第1に条文がお本で第2に過去問で第3に場数を踏むでございます。でそれぞれについて説明させていただきたいと思います。 で、まずね、条文案本なんですよ。条文案本、条文案本。で、今ね、今、あのここでね、あの1時間ぐらい私喋ってる、喋るんですけれども、一番大切なのがこれです。講述試験の約束。まあ何かのご縁だと思ってですね、これだけは覚えて帰りましょう。まずね、何か聞かれたら、条文の言葉で答えるようにしましょう。 で条文で回答することができないものについてはね言い換えれば理由や指示については青本に記載されている言葉で答えるようにしましょう。でねこれがねこれがとても重要です。でねあの容量のいい受験生さんとかいやそんな条文の言葉で答えなくていいだろうと青本のね言葉で回答しなくてもなんとなくね あの自分の言葉でそのねあの制度や理由とか趣旨についてもんとなく自分の言葉で説明できるよとでそれでいいんじゃないのって思う方がいるたくさんいると思うんですけれどもそれがね基本的にダ,ダメでこれ、ね、年によって違うんですけれどもあの。 これね口述試験のこれね「口述、ね、アドバンステキスト」のまた初めの方に書いてあるんですけどもねあの近年の過去10年ぐらいの口述試験の合格率の表でございますでねあの平成27年から平成あの令和2年まで合格率が90%以上だったんですよねで年によっては95%以上でこのくらいの合格率の時には もう条文通り言えとか青本の言葉通り言えみたいなことが言われないですあんまりなんとなく言って「うんまあいいでしょう」で通してくれたことがほとんどですでねこれがね90%下がってくるとだんだんねこれが始まるんですよで去年まではねあのずっと90%以上だったんでそんな僕あのちゃんとねこれ言わなきゃダメですよとか言わなかったんですよねで ちなみにね60%とか80%とか、えー、70ね、えー、4.6%の年とかあったんですよ平成24年か25年26年ね,ねこのね平成20のねその前半あたりが口述試験が一番難しかった頃なんですけれどももうこの辺になってくるともう確実にもう条文通り言わなきゃダメですよ青本通り言わなきゃいけいダメですよっていう世界が広がっておりました。 で経験上大体ね90%ぐらいになってくるとだんだん言われるんですけれども去年も案の定ね去年はね90.2%だったんですよねでその時はね結構ねやっぱりね条文の言葉通り言ってくださいってあの再現で言われている人が多かったですねなんでね近年の合格者さんにねあの職場とか周りにねいる,いると思うんですけれども彼らに聞くとねいやそんな条文通り。 「いえ」って言われなかったら大丈夫だよって言うかもしれないんですけれども今年ねあの去年の合格率90で今年どのくらいになるのかっていう話なんですけれども結論としては僕はあの90%前後多分ね去年よりもちょっとやばいなと思って勉強しする人が増えるでも全体としてやっぱりねあの過去7年間ぐらいねこうやって口述試験簡単なあの時期が続いたので。 みんんなねね述試験やっぱり舐めててるるととも油断してると思うんですよ、ね、だからほとんどみんなあんまりやってこない勉強してこないと思うんですけれどもや去年よりはその中でもちょっと勉強しようみたいな人が増えて90から93ぐらいかなって思ってるんですよね僕はね僕の中では。だからね例年よりも条文がほんのこ葉しっかり言えて。 言われるんじゃないかななと思ってますなので今年の私の講座ではあの過去ね僕はあのもうね16年ぐらい口述試験ずっとやってるんですけどもそれでね過去のデータでもうみんな全部再現も見てるんですよ見てるのでもう受験生さんがどの辺間違いやすくてどの辺突っ込まれたみたいなねもう過去のデータがありますのでそれをまあファーストフェーズで惜しみなく出していくみたいなことをやるんですけどもこの授業を聞いてく取ってくれた人にはねそれであの今年のじゃない 今年か、今年のね、口述試験は、あの、その条文がほんの文言で突っ込まれて、あの、突っ込まれるのね、突っ込まれないようにしていただきたいなと思っております。で、じゃあね、条文の言葉で答えるって具体的に何ぞやっていう話でね、ちょっと、あの、具体でお,お出しします。じゃあ、すいません、一番前の方、あのご協力お願いします。 えー、出願審査請求は誰が行うことができますか皆さんも自分が聞かれたと思って回答してくださいはい素晴らしいです何人もすることができるってお答えいただきましたでこの問題も昔の過去問なんですけれどもな皆さん特許出願人が出願審査請求できるって思った方いらっしゃいませんかみたいなことかと回答する方が。 昔から、ね、この問題出すと特許出願人ができますって回答する方が結構いるんですけれどもある意味そ特許出出願願人が請求でできるって正しいいじゃないですか条文上「難秘と」って書いてあるので難秘との中に特許出願人が出願審査請求できるああじゃない難秘との中に特許出願人がふ含まれるので特許出願人はその出願審査請求できる。 ある意味真理なんですけれどもそれは口述試験の回答から言うと妥当ではないと口述試験は条文のか言葉で答えなきゃいけないんですねでこれなので何人っていう回答が正解となりますでこれね何,何でかって言ったらですねあの答えの,その客観性を担保するために試験委員は問題と回答のねあの表を持ってるんですよ問題 でね、ここで問題1答え1問題2答え2みたいな感じのリストを持ってるんですよね。であのさんの先生と副さんの先生がいらっしゃるんですけれどもまあさんの人はここに座ってねあの受験生さんに対してじゃ次の問題いきます。 これについてお答えくださいみたいな感じであの受験生さんとメインでやり取りするんですよ。でここにいる先生主査ででこっち側に同じく福佐の先生がいらっしゃるんですよね。で福佐の先生はこの紙にこう鉛筆を持って受験生さんの,あの回答にずっと耳を傾けてるんですよ。で受験生さんが何かいるじゃないですかって言ったらなんかこねこうピッピッなんかチェックしてるんですよ。 でここで受験生さんが言った回答がここの回答用紙に書いてあるかどうかをチェックしてるんですよね。でここのね回答用紙にその何が書いてあるかって言ったらあの最も信頼性の高い情報が書いてあるんですよ。で最も信頼性が高い情報って言ったら、まあ、法律の試験なので条文の言葉が書いてあるんですよね。で条文のの言葉が書いてあるので ししばしばその条文通り言わななきゃダメとなんか近いこと言うじゃないですかで近いこと言って「いやちょっとそれ違うかも」みたいな感じになったら「あのもう一度正しく言ってください」みたいなこと言うことになるんですよ。で理由趣旨についても同様でなんかここにね理由趣旨が書いてあるんですけれどもあの青本って最もその辺の基本書よりも一番こうスタンダードというか。 あの普,遍的普遍的って言っちゃいへんですけどなんか信頼性の高いことが書いてあるじゃないですか。ということで青本の言葉が書いてあるんですよね。ということでしばしばあの条文の通り答えろ青本の通り答えろっていうことになるので。 でできる限り条文の言葉で答えましょう青本の言葉で答えると突破することができる可能性が高いので条文の言葉青本の言葉で答えることができるように準備しましょうということになっております。であの先ほど申し上げたんですけど年によってね条文どのくらい条文通り回答しなきゃいけないのかっていうのが 結構違うんですけどもう一問ぐらいやろうかなじゃあすいません目が合ってしまったのでお願いしますえー、皆さんも自分が聞かれたと思って心の中で回答してくださいええ「移植法は洗顔についてお,かお伺いします」 九条一項の内容を答えてください。はい。 はい素晴らしいですあのノーヒントであのここまでできるのは素晴らしいです。でねこれ24年度の問題なんですけれども「9条1項条文の通り正確にお答えくださいと」とであのよくね過去問見ると条文に即してお答えくださいとか条文通りに答えようみたいな問題がここ出てくるんですけれどもこれね条文通りって書いてあったら本当に条文通り再現が求められた問題だと思ってください。で えっとね、例えばねよく言うのはあの同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があった時はでこれをねあの衣装登録出願じゃなくて単に出願で略す方が結構いらっしゃるんですよ。で厳しい年だとあの条文通りじゃないからダメもう一度行ってみたいな感じになったりとかします。 なのであの、ね、これ論文試験とかだとあの記載量を減らすためにあえてね「出願 A」とかねみたいな感じで「遺性登録」って言葉を外したりとかするんですけども「口述試験」ではこれちゃんと、ね「遺性登録出願」っていうね条文のように即した言葉を使うことを私はお勧めしています。あった時は「再選の遺性登録出願人のみが」でここも出願と同様です。 出願人で意味通じるんですけれども条文はね「衣装登録出願人」って「衣装登録」っていう言葉が付いてますのでこの文言を忘れないようにしましょう。であとね「衣装登録出願人のみがその衣装について」でねこの「その衣装について」ってい文言が落ちやすいんですよなぜならばこの「その衣装について」っていう文言言わなくても意味が通じちゃうんですよね。 再選の衣証登録出願人のみが衣証登録を受けることができるって何となく意味通じちゃうんでこの「その衣証について」っていう文言が落ちる方が多いのでこれ気をつけましょう。だとね単にね「登録」って言っちゃう人が多いのでちゃんとね「意証登録」っていう言葉を「あ衣証」「意証登録」「衣証」っていう言葉を入れましょう。みたいな注意点でこれね受験生さんが落としやすかったり。 あの過去にね、あの試験員の,その再現見て、受験生さんの口実の再現見て、落として、試験員から突っ込まれたところ、こういうところです、気をつけてくださいね、みたいな感じの授業をファーストフェーズではして,していきます。で、これをね、で、この年ね、これで終わらなかったんですよね、むちゃくちゃ厳しかったんですよ、球上1個条文の通り、正確にお答えください。でね こんなふうに回答した受験生さんが言います。でね、それダメって言われたんですよね。で、その受験生さんがダメって言った回答を私が読み上げますので、どこがね、違うかをね、ちょっと皆さん考えてみてください。いきますよ。彼はね、こんな感じで答えました。同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があった場合には、再選の衣装登録出願人のみが、その衣装について衣装登録を受けることができる。 はいどこが違ったでしょうかわかりましたかで私はねこの同一または類似の衣装について異なった日に2以上の遺書登録出願があった場合にはって答えたんですよねであった場合には再選の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができるで回答した受験生さんがいたんですよねでほぼ意味一緒じゃないですかで時はと場合で論理的にはもう同じ意味だと思うんですよ なんかでも表現が違うっていうことで申し訳ないね、ごめんねって試験員に言われてこの問題は本当に条文通り言わなきゃ通しちゃいけないっていうことになってるんでもう一度言ってくださいとか言われて条文を見てこの時と場合を言わされたらしいですで一番厳しい時,一番厳しい時24年度って合格率が、ね、ぐらいだったんです90じゃない63。 24年度ね合格率63%だったんで63%の世界になるとこういう世界が広がってますで一番難しかった時こんな感じなんですけど90%の世界ではそこまでこう,あのうるさいことは言われませんだと23年前からあの昔はね条文見てもいいんですけど答える時には条文閉じなきゃいけなかったんでその場で条文見て覚えて あの回答するっていう能力が必要だったんですけど今はジョブ見ながらいいんで今みたいな問題がで出たらあの、ね、ジョブ見ながら回答してよくなったんでもう暗証みたいなねその暗証するために覚えるみたいな努力は必要じゃなく,な,くなったんでそこまでビビらなくてもいいです。ただ、まあ、あのやっぱり、ね、落ち,ちゃうんですよ、ね、っていう,こうジョブ見ながらでもこういうところがね落ちやすいですよみたいなねその私の授業でお伝えしていこうかなと思ってます。 はい、で今のがじゃあ条文が青本が大切ということであれば勉強条文と青本からやっていけばいいかと思うかもしれないんですけれどもこれね条文と青本からやってるとすごい時間かかるんですよね。 あと、まあ、どこ勉強すればいいのか分かんなくなっちゃうんで結構時間かかっちゃうんですよ。そのわた私のねあのこのファーストフェーズとかでこの授業でね築城解説的にこうやっていくんだったら別に条文案本柄でもいいと思うんですけれどもなんでその授業を受けていただいている方はもうこのファーストフェーズにのっとって私がねここ気をつけてくださいここ気をつけてくださいみたいな感じでやっていくので大丈夫なんですけれども普通の方というかね一般論としては。 過去問からやった方がいいですね過去問からやっていきましょう。でこれなんで過去問が重要かって言ったら過去問が本試験で出るんですよねこれね。であの大体口述試験の問題のその半分からぐらいが過去問なんですよね。なのでまず過去問やりましょう。で あの多くの方で多くの方で落ちちゃう方の多くの方はです口述試験はあの結構合格率が90%以上なのでそんなちゃんとやんなくていいだろうみたいな感じで過去問もちゃんとやんないで受ける人が結構近年多いんですよね。で そういう方がですね。油断して落ちちゃうんですよね。で、で過去問ってやれば時間かければ誰でも回答することができるじゃないですか。だからね。そういうね。誰でもできるところをしっかり回答するっていうのが重要なんですよ。で、これ多分担当とか論文とかでも同じだと思うんですけれども、あの担当もね。新作の問題出ると思うんですけれども。 あの新作できるかできないか以前にその過去問に出た問題とかトーレンで出た問題を確実に取るとでその上でその,新作の問題ででできるるかかどうううとといころで、まあ、勝負は決まってると思うんですよでそ,のその前段階の過去問のとこで落としちゃったらもうそこで足切りというかもうなんか開封不可能なんですよね新作の問題を解答するがよっぽど難しいので,でこれ論文にも当てはまると思うんですけど口述試験でも当てはまります でなんでねまず過去問ですねで過去問にとか過去問類似の問題についてはもう当然にスラッとね回答することができるように準備するとでそれで新作の問題ねあの頑張ってどうにかしてあちょっと今からテク述べるんですけども回答するためのテクを用いて回答することができるかどうかみたいな感じみたいな状態に本試験まで持ってければ 受かるみたいな感じあとね過去問やんなきゃいけない理由なんですけれども漫然とねこれ条文が本見ても何が重要だかどこがねあの本試験に出るんだか全然分かんないんですよね。で過去問やるとあ口述試験ってこんな感じで出題されてこういうとこが出るんだみたいなのがんとなくわかるんですよ。であの過去問やり込むとあの過去問やり込んだ状態で条文とかを本見るとあっ ここはあの過去問出たとこだっていうこの辺あの出やすいとでここが出たっていうことは次のねあの条文出てもおかしくないんじゃんみたいな感じで自分のねそのなんか出そうなとこなんとなく雰囲気分かってくるんですよねでそういうのなんか肌感覚みたいのを身につける上でも過去問やるっていうのが重要でございますであとですね ちょっとね話が全然変わって今年のねあの問題が難しかった理由なんですけれども今年の合格率が下がっちゃった理由なんですけれども、ね、去年が98.6%とかいって過去10年間で最も高い合格率だったんですけれども一気に90%まで下がったんですよね。 であの試験委員が細かいとこまでねあの条文ちゃんと言えとか青本ちゃんと言えみたいな感じで高いレベルの回答を求めたっていうのも一つとしてあるんですけれども出題がねちょっとねなす出題がねどういう例えばね特許法とかだと出願公開とか保証金請求権の問題が出たんですけれども商標とかだと窓プロとかが出たんですけれども。 これがね皆さんのお持ちの、ね、過去問集にな載ってなかったんですよねこれねで昔ね昔ね「口、ね、述試験のご」の受験生さんって平成24年度1,000人とかいたんですよね 800人400人300人300人250人268人295人282人215名みたいな感じでどんどん減ってます。でどんどん減っていくと何が起こるかっていうとあの,講述試験の日程がねどどんんん短くなってんですよ昔ねその講述平成24年はその1000人いた時は6日間に分かれて試験してたんですよ。 で平成その20年あたりからずーっとこのちょっと6日間ぐらいずーっとやってましたで徐々にあの受験生数が減ってきて「口述試験の日程」がね4日2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 日とかになっちゃったんですよねなので過去10年のその過去問を載せているとはいえだんだんねこれこの「口述アドバンス」の過去問が薄くなってるんですよねこれねでしかも 昔はねちょっとここには書いてないけれども午午前午後別の問題が出てたんですよなんかねこれ1日目で終わっちゃってるんですけどもこれ実は何でかよく分かんないんですけど本当はこう24年も午前午後の問題があってだから平成24年度はね全部でこれで3項目あるからサブログ18でしょで18の午前午後で36問あったんですよ36問。 36問あったんですよでもその去年とかここ最近でも午前午後共通問題になってだからもう2日間しかなくて共通なので2日間で各日にち科目あるでしょだから6問しかないんですよね。 ということで毎年毎年、ね、受験生さんが持ってるこの口述アドバンスの,そのなんか問題数が減ってきて去年とかその出願公開とか保証金請求権であのとかマードプロ出ちゃったりとかして受験生さんが持ってる、ね、問題集に載ってない過去問が出ちゃったんですよね。で私ずっっっとててるの10何年追ってるのの何年で あこれ昔出たやつじゃんって思うんだけれども今の受験生さんから見たら初めてあの遭遇する問題だっていうことでちょっと戸惑って落ちちゃ難しかったのかなっていうのが2つ目ですねそもそもの受験生あの今年の,その合格率90%になった理由なんですけどもちょっとだけあの受験あの試験員が求める回答のクオリティが上がったっていうのと受験生さんが持ってない過去問が出ちゃった。 っていうのがあるんですよ。ね。このファーストフェイズ、あの、受けて。で、私の。授業で何やるかって言ったら。まあね、この口述オールインワンテキストっていうものがあるんですけれども。築城解説的になってます。条文があって。その条文の。えー、関連する青本とか審査基準の記載が。 抜定義とでいか条文があって必須事項っていうところが昔過去10年で出たところがこう書いてあるんですよね。でこの問題集を用いてあの皆さんがその今持ってい 今の、ね、過去問集にはないかもしれないけれどもその過去20年ぐらいで出たね過去問とか審査官が突っ込,、ま、突っ込んだ問題を全部ねこう全部ここ出ましたここ出ましたここ出ました何でやりましょうみたいな感じでやってきますなので授業を受けていただければ大体昔の過去問も潰せると思っていただいて大丈夫です。で過去問出るんですよね話に戻るんですけど。 でこれなんでかって言ったら一から新作作の問題作るんってめんどくさいんんじゃ大変なんですよでいきなり新しい問題新傾向の問題出してこれなんだみたいな感じで文句言われるの嫌じゃないですかだから出題されを依頼された人たちは何を考えるかって言ったら問題作ってっていう人に「昔ちなみにこんな問題出しましたよ」とか言って問題の、ね、サンプルみたいなのが送られるんですよ。で問題作る人は「ああ昔こんな問題出たのか」 で15年ぐらい前の問題だったらまあいいかなとか言って15年ぐらいの問題持ってきて今風にアレンジしてねこっから事例問題作ったりとかここで1個聞いてるからここは2個聞いていこうかなとかねここは条文だけ聞いたけどあれこれ確か2個の趣旨って重要だから前は聞いてなかったから2個の,あの趣旨聞いてみようみたいな感じで、まあ、昔あった問題はベースにねちょっとプラスアルファして作ってくるんですよっていうことで。 そんな感じで作るんですよ。ということで、昔ね、やっぱね、出た過去も、出たとこ知るっていうのが、もう、めちゃくちゃ重要なんですよね。で、その最近の受験生さんのね、この、残念ながら薄くなっているので、そういう意味でね、僕はね、この予備校のパワーを使って、その過去ね、15年間とか20年のこのなんか、データ蓄積してますので、それをね、あの聞いていただければと思っております。きっと役に立つんじゃないかと思ってます。で、 この、ね、条文が本過去問が主にインプットのお話でしたでインプットで口述試験インプットだけで終わらないんですねこれね3番の場数を踏むっていうのが超重要でございます口述試験の対策はインプットも重要だがアウトプットが特に重要でござ,重要でございますでこれねあの論文試験のアウトプットと似てます 論文試験のアウトプット、論文答練とか、皆さん、どんな感じでできるようになりましたか。で、論文の答練とか、論文模試を受けるに、前にですね、なんか、論文の授業とか受けたと思うんですよ。で、論文の授業を受けて。論文の、なんか、レジュメみたいのを覚えたと思うんですよね。こういうふうに書くんだ、みたいなで、あれ、覚えた状態で、じゃ、あ論文答練に臨んで。答案書けましたか、という話なんですけど、おそらくね、苦労されたと思うんですよ。 であの限られた時最近の問題むっちゃ長いじゃないですか長い問題読んで、えー、と答案構成して5分10分ぐらいで答案構成して構成が決まったら一気に書くみたいなね1時間とか1時間半かけて書くみたいなあの作業があるじゃないですか。あれを その何回ぐらいでできるようになりましたかって言って初め全然できなかったと思うんですけれども人によって違う,かと思う違うと思うんですけど10回とか20回とか練習して初めてなんとなく雰囲気分かってきて自分のインプットしたものがあの論文のスタイルであの表現できるようになったと思うんですよでこれ私がねまあ授業でここ重要だよこういうふうに回答した方がいいよみたいな話があったり。 ご自身で、ね、この,あの論文のねあのこの過去問を見てあこの手の問題についてはこういうふうに回答するんだってインプットするじゃないですか。でインプットした状態でじゃあ口述試験のねその問答形式で何々について説明してくださいって言われて言葉でね出せるかって言ったらそこはねちょっとやっぱ練習が必要なんですよ。で慣れてる人は いきなりうまく回答することができるんですけれども普通はねちょっとだけ難しいと思ってください練習が必要です。でまたあのちょっと初めの方に言いましたけれどもあのテクニックというかそのなんか制限時間内に最後までいくっていうことが重要なんですよね。でもうあのちゃんと回答することができないっていうのを前提にいろいろねこういうそ,のそういう場合にはこういうふうにして 回答した方がいいですよ例えばさっき言ったね条文見て解決することができるんだったら条文見て回,回答するとかわからないながらもあれこれ言ってみて短く言ってみてヒントもらってその誘導に乗って回答するとかそういういろいろやんなければいけないことがあるんですけどもそれもねアウトプットの世界なんですよアウトプットで練習すべきことなんですよね。で多くくのの方がインプットは、ね、皆ささんん勉強得意なのでこんななでこ風にやってくだいいねみたいな 感じで言ったら大丈夫なんです。大丈夫。アウトプットがね身につけることができないんですよ。これアウトプットはやっぱりその現場で面と向かっていろいろ問答するね練習が必要なんですよ。で多くの場合アウトプットってあの論文試験合格後にやるんですよね。その3週間でびっちりやるんですけれども、僕の経験上アウトプットがちょっと不足してて条文を見るのが遅かったとかね。 自分が分かんない問題当たった時にフリーズしちゃってそれで先に進まなかったとかね試験員からうまくあの誘導引き,せ引き出せずに終わっちゃったみたいなアウトプットのちょそ僕から言わせればいろいろそれ解決することができるちょっと練習足らなかったんじゃないのかな練習すればねあのそれ突破できたんじゃないのかなみたいな思うところが結構しばしばあります。なのでアウトプットの回数をねとにかくねもうけていただきたいと思います。 一番最後に説明しますけれどもその私の授業では、ね、フ,ァースファーストフェーズセカンドフェーズとか言って分かれてるんですけれどもファーストフェーズは、ね、さっきやったみたいな感じで口述オールイマンテキストを使って条文が本とか審査基準とかの,あの出そうなところとか過去に出たところとかねあの受験生さんが注意しなければいけないところとか試験員から突っ込まれたところとかを あの時間のある限り全部バーってやってきますここ気をつけ,けてくださいみたいな感じでやってきます。でセカンドフェーズはもう完全アウトプットの講座で全4回かなでね1つの例えば10月4日火曜日でこれ3時間やるんですね3時間やって。で普通のアウトプット講座と違うのは。 あの私と受験生さんを含めて4人ごとのグループに分かれてお互いに問答していただきますだから私がもんあの問題出すだけじゃなくて受験生さんもあの他の受験生さんと問答していただきますであの問題出す側とあのしゃべる側それぞれ交互に体験していただくんですねでそれやるとざっくり計算なんですけれども3時間のうち1時間半は回答者側としてしゃべることになるんですよねなので むちゃくちゃアウトプット効率アウトプットしてる時間がむちゃくちゃ長いですこれ全部やると6時間アウトプットすることになるので他の講座に比べても全然アウトプットできますで受験生さんと一緒にやることあ受験生さん同士でやることによってこの回答の仕方いいなとかねこの,しこの回答のうまい回答の仕方だみたいなななんとなく分かってくるんですよあこういうふうに回答すべきなのかいいとこパクろうみたいな感じでできたりとか 周りの受験生さんのレベル側はわかるんですよね。なのでとてもいい刺激になったりします。あとね、あのいろんなタイプの受験生さんとやるっていうのが重要なんですよ。なぜならば試験員もあのいろんなタイプの人がいるからですね。で、いろんなタイプの人とやってやってるとあこのタイプの人はなんとなくこういうふうに回答するといいからこういうふうに回答しようみたいな感じでなんかねうまくなっていくんですよ。どんどん。 でそういう効果も含めてあの私自身も含めて皆さんで問答させて妄想する形式でやってますやります私の講座ではねでもちろん私のが問答させていただく場合にはあの形式面から含めてあと今ジョブ見なかったけれどももうちょっと早くジョブ見た方がいいやとかねこのタイミングで見,見たけれどももうちょっと遅い方がいいかもとか 今こういうふうに回答したけれども、回答が終わってなかったから、ここはね、ここで回答切れるところだから切った方がいいよみたいな感じでね、あの、なんかいろいろこう、口述のアドバイスさせていただきたいなと思っております。で、とにかくね、アウトプットね、あの、たくさん機会設けていただきたいと思います。で、ファーストフェーズ受けていただく方はですね、例年、あの、受講生産同士で、 せっかく、ね、こう集まってんだから有志であの練習会したいとかいう方が毎年いらっしゃるんですよね。でそういう方のために、あのー、今年ちょっといつになるか分かんないんですけれどもその週例えば水曜日19時半から20時までやるんですけれどもその週の土日に集まってその週に授業でやった範囲の過去問を出し合って問答して、うん もらうみたいなその機会を提供させていただいてます。これ無料でであの融資で集まってレレックの水道橋の教室が無料で借りられるので、あの自主ゼミみたいのあの毎年あの自主あの。やってる方がいらっしゃいます。で、一応ね。あのまあ、初めの授業の時に、それはあの告知させていただきたいと思います。させていただきます。 で、そんな感じですね。条文がお本過去問場数が踏むというのが大切という話でした。でね、これ今からでも間に合う最速の構図対策とは。となっているんですけれども。これね、ちょ直前の話なので。 4番いきましょうか4番おまけのとこいきましょうおまけおすすめ行動リストで今日ね今まで説明してきたことの復習なんですけれどもまずはね条文案本の言葉で答えることができるように準備しましょうと自分の言葉で答えれば OK って思っている方が毎年います毎年いるんですけれどもあの合格率がね高いとき 合格率が95%ぐらいの時は、ね、ほとんど問題にならないんですけれども去年ぐらいの、ね、合格率90%を下回ってくるとだんだん、ね、条文通り「やお通んり」「いえ」みたいな感じになってきますのでこちらのできる対策としては受験生さんのできる対策としてはできる限りり、ね、条文「青おん」の言葉で回答することができるように準備しましょう。 であとね過去問回答できるようにしましょうでこれがファーストステップですねで口述試験ね合格率がまあざっくり90%以上とはいえやり始めるとね案外時間かかるんですよちゃんとやろうとすると案外時間かかるんですよで去年みたいにその過去10年とか15年に聞かれてない出願公開とか補償金請求権とかね全審査とか出ちゃったりとかすると 結構、ね、自分でねあのあの過去問以外のことをやんなきゃいけないんですよであれこれ手を出したくなるんですよであの本試験今のまだ今これ、まえー、と7月なんですけれども本試験に近づけば近づくほどだんだん焦ってきてであと会派の弁理士会の各会派がねあの口述の模試とかや,や,やるんですけれどもで皆さんにもねその 口述の会派の模試とかも機会があれば時間のある限り受けていただきたいと思ってるんですけどもそういうこと言うとねちょっとねあの圧迫気味に「君試験2週間前なのに全然できてないよ」って「もっとちゃんとやんなきゃ駄目だよ」みたいなことで厳しいこと言う方がいるんですよ。でそうすでかあ,あもうみんなできてるこんな難しいこと言えるの私全然できてないからこれもやんなきゃあれもやんなきゃみたいな感じでいろんなことをね手に出したくなるんですよ。 これがよくないんですね,これね過去問が完璧でないにもかかわらず過去問以外のことに手を出すっていうのはよくないですねこれねまずは一番多いのは過去問レベルの問題ができなくて落ちちゃうっていう人が圧倒的に多いのでまずは過去問やりましょうで過去問ができるっていう状態をキープした上で余裕がある方を他のに手を出すようにしましょう焦る気持ちはわかるんですけどね 過去問が完璧でないにもかかわらずは過去問以外のことに手を出すと一番重要な過去問が抜け落ちちゃうのでかえってその合格から遠のく現象が発生します。過去問重要ですでアウトプットの練習の量をできる限り多くしましょう。私の経験上口述試験でねインプットよりもアウトプットの練習が少なくて。 慣れてなくて、本試験までにその慣れることができなくて、自分の実力ができな出せなくて落ちちゃう方が多いですね。アウトプットの練習は多くした方がいいです。あとね。できる限り早い時期からアウトプットの練習を始めることをお勧めします。アウトプットの練習の時期が多いとあんまり良くないです。で、これなんぞやって話なんですけれども。 あのなんとなく皆さんざっくりですよざっくりなんか口述試験合格するためにはどうすればいいのかっていうのでスケジュール立てると思うんですよでスケジュール立てるので、まあ、予備校の講座のアウトプットの練習がねあの論文合格後にあるっていうのもまあそれもまあ起因してるんですけどまずはインプットをしっかりやってインプットが完璧になってから アウトプットやろうみたいなねアウトトプットの場に行っていきなり回答することができないの恥ずかしかったりとかするじゃないですかだからまずインプット完璧にやって完璧になってからアウトプットやろうみたいなやり方でやる方も結構いるんですけどそれやるとねそれやるよりも基本皆さんねそのこ,のこの講座聞いてる方とか講述勉強やるぞっていう方は基本ねむちゃくちゃ勉強できるんですよ。でいきなりアウトトプットしても 結構答えれちゃいますでなので、ね、インプットと並行して僕はね理想的なのはインプットと並行したアウトプットをやるのがいいんですよね。でなるだけ早い時期にアウトプットやるとあこんな感じのアウトプットが最終的に求められるのね。でこのアウトプットに耐えうるようにこのアウトプットするためにはこういうふうにインプットしなきゃいけないんだなみたいな感じで早めにフィードバックかけるとそのインプットの努力が無駄にならないんですよね。 でアウトプットを知らずにインプットだけやってるとそのインプットがそのアウトプットに適したものなのかどうかを分かんなくてなんかちょっとね無駄な努力しちゃったりとかするんですよ早め,の方に早めにアウトプットやると早めにフィードバックかけれるのであの例えばね初めの週で自分なりに頑張ってきて過去も覚えてきてアウトプットやって駄目だったらああこれ駄目だったとでもこ,ここはいい部分があったと。 でこういい部分があったからこういう風にインプットすればこういう感じでやってけばアウトプットできるんだなみたいのがわかるじゃないですか。ででなので他の部分についてもこういう風にインプットしてみようみたいな感じで次週にまたインプットアウトプット自分でやってだんだんそんな感じで、ね、こんな風にやってけばアウトプットできるんだなこんな風にやってけば過去問の問題ね回答に確実に再現できるんだなみたいな回答できるようになるんだなみたいな自分の中のねこう回路というか方法をね確立 確立するとあの既存の問題にはじゃない過去問じゃない問題を見てもこれはこういうふうに工実的には処理しておけば解答することができるみたいな感じでインプットが無駄,じゃなく無駄にな,くなりづらくなるんですよね。ということでアウトプットの練習をねできる限り早い段階で試すのがおすすめですね。で先ほど申しし上げました通り ファーストフェーズと並行してあの自主ゼミがね毎年ありますので今年ねちょっとあるかどうかわかんないですよでも多分毎年あるんで今年もきっとあるんじゃないかなと思うんですけれどもそういう場でねアウトプットちょっと試してみてくださいでねあとここからはねあの口述の問答とか本主の時の話なんですけれども なんかね、回答に詰まっちゃったら自分から積極的に局面を打開するよううにしましまょうでよくあるパターンはもう緊張のあまりフリーズ沈黙してしまうことですね緊張のあまりでこれやっちゃうと試験員側も試験員側もう基本はね受からそうとしてるんですよ制限時間内に受験生さんに回答を言ってもらうために いいろろヒントとか出そうと思ってるんですけどフリーズしちゃうとそこでねコミュニケーションが止まっちゃってなんかねヒントとかすごい出しづらいんですよね。でこれどうすればいいんだって話なんですけれども今日も何べんか申し上げましたけれども仮にその問題が条文集を見れば回答できる問題である場合にはすぐに条文集を 参照しちゃいましょう。条文集を参照するのが遅いのは良くないと。でね、これね、受験会で。賛否両論で。条文集見ない。くても、見ない方がいいんじゃないか説もあるんですよ。で。あの条文集見ない方がいいですよ。って言う方もいるんですけれども、その意図はですね。仮にその問題を条文集。 見ないで回答することができできるのであれば、見ないで回答することができた方が評価は高い。でも、上文集あの見ない結果、制限時間の10分が終わっちゃいました。その問題があのそのその問題最後の問題まで行きませんでした。だと C がついちゃうんですよ。よ終わっちゃうんですよ。で、終わるよりもあの上文集見てでも回答した方が絶対いいじゃないですか。C、B 以上つけばいいいいいいんだから。 なのでもう。その本試験の場とかで。分かんなかった場合にも、条文書み速攻見た方がいいんですよ。最後の問題までいけば、原則 B. 以上つくので。っていう意味で、もう条文書速攻見ましょう。で、条文書見ない方がいいよって言うのは。あの。近年合格率がむちゃくちゃ上がってるんで。結構みんな勉強してこないんですよ。で、ちゃんと勉強してくださいね。あの。過去問に載ってるレベルの問題については、条文集を見ないで。 あの回答することができる程度には勉強してきてくださいねっていう意味であの常文集見ない方がいいですよみたいなことをアドバイスしていると思ってくださいなので過去は初めに戻りますけど過去問集に出てくる問題とかについては条文集見ないで回答することができるように準備した方がいいですよインプットの場ではね。ただ本試試験のの場場とか模試の場では 理想的にはねその見ないで回答することができた方がいいんですけれどもその結果ねそのあの条文集見ないで C ついちゃったらもうそこで終わりなので本試験とかあのもしの場では自分の分かんない問題で条文集見れば回答することができる問題についてはもうそこを条文集見ましょうみたいな感じですでねこれね回答の再現とか見てもなんかねなんかねあの 試験員と噛み合わないでもう一回言ってくれみたいな別の角度から言ってくれみたいな感じでなんか噛み合わない時があるんですよ。で,でその手の問題って大抵その条文の言葉とああその受験生さんの回答が条文の言葉を使ってなくてなんとなくちょっと曖昧な回答だったので正確性が足らないと思ってもう一回言ってくださいみたいなことが結構多いんですよねで。去年の受験生さんとか 再現とか見ててやっぱねそれでつまずいて23回袖門等があって「ラチ開かないからすいません条文見ていいですか」って言って条文見始めたら死刑員がホッとした顔をして <laughs> あもっと早くあやっと見てくれたよかったみたいな感じの,あの表情してましたみたいなことを書いている人がいましたね。でこれね昔からあのあるある,あるなんですよ僕も もっとあの受験これね平成20年ぐらいに試験委員やってた人と話したんですけどあのか彼も結構ねこの問題なんか回答できないけど条文に見れば書いてあるじゃん何んで見ないんだろうみたいな感じでなんか条文集ねそのちょっともうちょっと受験生さんに早く見てほしいみたいなことを言ってました。なんでね皆さんこれちょっと覚えておいてください模試とか本試とかでなんかかみ合わねいなこれひょっとしてね 条文集見れば回答できるんじゃなないいのみたいなねあのもうちょっと正確にねあの条文の言葉使って回答することが求められているのかなって察したらねそこで条文集見れば回答することができる問題についてはそれでいいんですけど中には条文集見て回答することができない問題もあるじゃないですかでそれがまあ理由趣旨とかですねあと事例の問題とかなんですけど。 でこれ、ね、条文集みあの書いてないから言うの難しいんですよ。でこれどうするかって言ったらよくあるのはね分かんない問題については「失念いたしました」と言うみたいなのが書いてあるんですけど失念しましたっていうとあの全ての問題について制限時間内にその回,答しなければ回答すれば B 以上回答できない場合には C っていう定義からすると。 失ししましたっっててううととそそののの問題ギブアップっていいことなのでで強化 C ついちゃう可能性あるんですよねだから基本的にはもう「失念しました」なしでもう分かんないながらも適当に言うしかないですこれ。でさっき言ったみたいに「酷だから」とかね「妥当ではないから」とかね「不合理だから」とか「国際調和」の観点からうんたらかんたらですとか何かね自分の中で引き出しを持っとく,持っとくんですよね。 そういったあの普遍的な今,今の,あのお伝えしたのはよくあるフレーズを言ってみるとかねあといろいろ自分の中の引き出しあの授業を受けていただいた方には結構お伝えするんですけれどもあと異なるものの観点から言ってみるとかね特許庁の観点からはこう出願人の観点からはこう第三者の観点から何か言えないかなみたいな観点を変えて何か言ってみるとか 言言えることを言ってみるとかねみたいな引き出しがいくつかあるんですけれどもその引き出しを持っといて分かんなかったらその場であのちょっと瞬発力が必要なんですけれどもでこれも考えながら言うとこう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 でこうこうこうでとか言って回答長くなりがちなんですけれども回答長くすると相手もねあの回答が終わってないから待っちゃうんですよね。分かららなないながらも こうこうこううで妥当ではないからですみたいな感じで切って切るっていうのが重要ですで短くなんとなくわからないながらも答えるその引き出しにのっとってで切ると合ってる間違ってるヒントが来るのでヒントが来たらまたあのそのヒントにのっとって答えていくみたいな感じでやってきますねこれはもう練習ですもうアウトプットのあのもうこれをこれを練習するためにアウトプットやるんですねアウトプットでこれ練習していきましょう でね。あと、試験委員の誘導に乗りましょう。試験委員の誘導に乗らない人がいるんですよね。で、これね。落ちちゃうパターンですね。これね。で、試験の誘導に乗るってどういうことか？って言ったら、例えば事例問題とかで、その侵害が成立する侵害が成立あ。この高校、こういう事例において、えー、差し止め、請求することができますか？ みたいな問題だったとします殺処め請求できますかだからできるかできないかの二択ですよねなのでとりあえずもっともらしいこと言ってみるんですよ自分の中で考えてでよくはで口実あるあるなんですけどまだ、ね、結論だけを述べてください結論だけ慣れてないとこう,こう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 いう理由で侵害が成立しますとか言いがちなんですけどなんか口実の回答を見てるとまずは結論だけ言ってくれと で結論があってたら「その理由は?」って言って理由を答えさせるっていうパターンがすごい多いんですよね。なのでまずは OK だったら「はいそうですね」じゃあその理由はみたいな感じで理由に行くんですけど間違ってる場合には「本当ですか?」とかね「こうこうこういう場合ですよ」って言ってくるんですよ。 でそのか本当ですかとかこういう場合ですよっていうことが回答が来たっていうことは逆の選択肢が正解だっていうことが分かるんですよね。で,で多くの場合そんな感じで試験員はあのこの回答の紙この回答の紙に書いてある方向にあの正しい回答の方に誘導してくれます。なんでほとんどねほとんどほとんどの場合。で でそ,のそう言われたらあ逆の選択肢が正しいんだっていうことが分かるのであれおかしいなと思いながらまあ逆がせ正解なんだじゃあ私僕どっか条件見落としてないかなみたいな感じでもう一度問題文条件とか見直すんですよねで多くの場合それが正しいですでだって見つけてくださいどっか自分が間違えた部分あでみ自分が間違えてた部分見つけたとそしたらあみたいな感じであ うっかりししてましたすいませんみたいな感じで侵害は成立しませんんみたいな感じでで逆の選択肢回答するんでするよこれが、ね、誘導に乗るって話です誘導に乗るで誘導に乗らないパターンは「侵害が成立しますす本当ですかこういう場合ですよ」とかいう質問に対して「いやこれはこうこうこういう条件でこうこうこういう場合なので侵害が成立します」みたいな感じで自分の考えを押し通しちゃうパターンですね。 ですでも多くの場合試験員はその正しい方向に誘導してるんですよねでそれが来たら自分の回答が間違ってると思ってあの誘導に乗ってくださいいやこうこうこうでこうだからこうだと思いますって言って試験員をその説得してもそれはね回答にならないです試験員が求めているのはここにある回答が 言えたかかどうかなんですよねこのもっともらしいこととかね言えたかどうかとか死刑員をそのなんかねそなんかあの解き伏せることができたとかじゃなくてここに書いてある回答が言えたかどうかしか見てないので、ね、死刑妃にね喧嘩をねそんな感じでね喧嘩を売らないようにしましょうこれでね落ちちゃう人が結構いますであとね これ初めに申し上げましたね出来が悪くても引きずらないと一科目 C でも OK でございますで「口述試験あるある」なんですけど緊張のあまり特実衣装の順番であの問題を受けていくんですけども特実で普段の力を発揮することができなかったと衣装法商標法では頑張ってくださいねみたいなこと言われちゃったとでそうするともうテンションがだだ下がりではもう終わった。 試験って9割受かるんでしょみたいなっていうか1割とか5%ぐらいしか,こうしか落ちないんでしょって「え私僕そ,のそういう人間なの?」みたいな感じでねその自己嫌悪に落ちて「カスみたいな人間だな」みたいな感じでどんどん落ちてくんその木も落ちてくんですけども、ね、そういう時はね思い出してください合格基準を C 評価の科目が2科目以上ないことです1科目 C でも他の科目で巻き返せば大丈夫です。 で多くの場合1科目難しかった場合には他の科目では比較的簡単な問題が出ることが多いですなので特許法で失敗しても意証法商標法では今の言葉を思い出して頑張ってくださいでねあとね自信を持って答える答えに自信がないでね これが結構重要なんですよね。で、これは、あの、口述の皆さん、当連とか、模試とかやるときに、あの、なんか実質面について OK。あの、形式面についてとか、実質面と形式面で、なんか、丸とかツとかつけられるんですけれども、これ形式面の話ですね。で、回答が正しくても、なんかね、あの、口述折っちゃう人って、なんかす、すごい、こうやって下。 下向いて話したりとか,なんか,なんかこういう感じで回答する人が多いんですよね。で仮に正しい回答をしたとしてもなんか、ね、下向いて回答するとすごいねあれ自信がないのかなっていう感じに見えちゃうんですよ。ちょっっとやってみますよ先ほどの,あの「衣装法9条について述べてください」っていう問題でその正しい回答もねその、はいえー、同一または類似の衣装について。 異なった日に2以上の衣装登録出願があった場合には再選の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができますって回答するんですけど口ずつ折っちゃう人はやっぱ日本人なんでこう目,目合わせたくないじゃないですかだからであとちょっと声が出なくて「衣装法9条についいてて説明してください <laughs> まずあいダメなの相づち打たないパターンはい」とか言わないで。 どど同一また,または類似衣装についてこのなった日に認証の登録室があった場合再選の衣装登録室のみがその衣装について衣装登録を受けることができますみたいな感じで今はその内容自体はね正しい回答を言ったんですけど声が極めてちっちゃいじゃないですかだとむちゃくちゃ自信がなさそうじゃないですかでこういう態度で回答すると仮に正しい回答を言ったとしても すみませんもう一度言ってくださいとかね「あの本当ですかそれが本当に正しい回答だと思ってますか?」みたいな感じで突っ込まれちゃうんですよで先ほどねその誘導に乗りましょうみたいな話をしたんですけれども誘導に乗る時に分からないながらも「はい侵害が成立します」ってはっきり断言していただきたいんですよでここの断言が弱いと分からないながら「侵害が成立しますん?」 んとかやってると回答が正しくても本当ですかどっちですかみたいな感じで聞かれちゃって正しい回答を言っても本当ですかって言われちゃうんですよねでそうすると受験生さんとしてはどっちに行けばいいか分かんなくなっちゃうんですよねっていうデメリットもあるので分かんないながらも自信を持って回答するっていうのがとても重要ですでこれもねアウトプットで練習しないとダメなんですよねでこれ でで僕はもう散々ねこ,れあのこ,のこの業界をその15年とか20年ぐらいやってる20年に過ぎまして1516年やってるので今みたいな感じで分かんなくてもねも,もっともらしいこと言えるんですけどで僕もちょっとニヤニヤしてるじゃないですかだからあの現役の時とかあと受験生さんでよくありがちなのはうわ分かんねえみたいな時にちょ,ちょっと苦笑い<笑>とかしちゃったりとかしてこうこうこうかな みたいな感じでね、回答する人が首稼ぎちゃったりする人とかね、苦笑いしちゃったりする人がいるんですけど、できる限りね、そういうのないように、回答することができるように練習しましょうっていうのがアウトプットで必要なことです。これもね、アウトプットで練習していきましょう。で、あのジャッパにね、下向いて回答する人とかね、その結構多いんですよ。で 僕も特許事務所で働いてるから分かるんですけどほとんど人と話さないじゃないですかね <laughs> 引きこもってずっと明細書書いててだからなんか声をこうやって張って出す練習とかもね結構練習しないとダメなんですよ僕今仕事だからこのよそ向きなあじゃないよそ行きな感じでねこう大きく声を張ってますけど、まあ普段はもっともそもそしゃべってますよで口述試験の時にはこんな感じで、ね、できれば回答する練習をしましょうでそうすると試験員から「 OK もらえることが多いですみたいなのをアウトプットで練習しましょうでそんな感じですかねであとちょっと講座の話になりますけどファーストフェーズセカンドフェーズがありますでファーストフェーズは7月末スタートでもうひたすらインプットをやるっていう講座です全8回でちょっとねあの1時間2あ 1一つの一日じゃない第1回目9時半から20時まで2時間1回あたり2時間半を8回っていうちょっと変則的な講座なんですけど2時間半でこのねオールインワンテキストを用いて条文とか青本とか審査基準とかでね過去問出たところとか受験生さん間違いやすいところとか受験過去にねあの試験に突っ込まれたところをねあの時間の余す限り全部ブワーって見ていきます。 でそれやりながら「硬述試験ってこんな感じだからこういうふうに回答すればいいですよ」とかね今日お話ししたことを一例なんですけどもあの,あの小ネタをちょっとちょくちょく言えながら硬述試験こんなもんですよみたいのをお伝えしていく。でこの受験会において一番ね質,質量の高いインプット講座を目指してあの提供させていただいております。で近年特に過去問がちょっと薄くなってきたので 僕はねいいいいんじゃないかなかと思います今の皆さんのも持ってない過去問から去年とかも明らかにあの皆さん持ってないんだけど俺にとってはね結構これ昔出たじゃんみたいなところが結構出てるんでこれはね僕は今年は有益じゃないかなと思う予備校のパワーを使うあのメリットは大じゃないかなと思います。であといいのは やっぱ、ね、自分でやってもいいんですけど自分でやるとダラダラしちゃうんですよね気づいたらあっという間にね9月とか10月になってるんですよで予備校はやっぱねそのペースメーカーとしていいですね週一にもう勝手に進むのであの勉強をねちゃんと定期的にやることができるのでペースメーカーとしてすごいんじゃないかなと思いますだあとやっぱりあのこの手の講座使うメリットやっぱ 時間の節約です,ですよねこれ自分でできるかもしんないけど、まあ、もうもうその 10, 10年とか15年とかやってる中のもうエッセンスをバーって伝えていくのでその効率よよくあの学べるんですよねでこれをねあの結構その重要性に気づいて論文合格後に、ね、始める方とかも結構いるんですけれどもまあ効率がいいんですよ。 単位時間内にその合格することができる可能性がすごいあの情報を圧縮してますのでそういう点で、ね、予備校の講座効率よく勉強したいという方はご利用いただければと思いますでセカンドフェーズはもうあファーストの話にしましょうかで通学,通学と通信ウェブがあるんですけれども値段一緒なんですよねで通学でもあの結局なんかね なんかフォローなんとかとか言って通学はね欠席ウェブフォロー好きなので結局通学でもあの後で,ウェブで復習でできるんですよねで通学だったらあの都合のいい時はあの仕事で余裕がある時あの出席もできるのでできるっていうメリットがありますで通信だと通学ダメなんでだからね通学がね上位互換になってるんですよね。 ということでね通学通信で悩まれた方は通信おすすめしあ通学をおすすめしますあとセカンドフェーズですねでこれ先ほど申し上げたとおりひたすらこの3時間奴闘するという講座であの他の講座と比べていただければ分かるんですけれども、まあ、圧倒的圧倒的そのアウトプット量を誇っておりますでたくさんアウトプットしたい方はあの自信を持っておすすめします で毎年これねあの僕が必ずあの受験生さんをね1回当たるようにするっていうので人数制限があって大抵ねすぐ埋まっちゃいます。であの合格後にあの追加クラスとか行って増設されたりとかします。なんであの毎年結構すぐ埋まっちゃいますのであの早めの申し込みをおすすめさせていただいております。 そぐらいかあとねパネモンかあとパネモンの話してくださいあさせてくださいパネモンって皆さんご存知ですかこういうのが出るんですよねあのなんか試験会場行って紙がねこうやって置いたんですよで紙を置いてあってこれパネルって言うんですけどじゃあ商標法の試験を始めますでお手元のパネルを開いてくださいって言われたら はい失礼しますって言ってこうバンってひっくり返すんですよねでこのひっくり返した紙に何が書いてあるかっていうとこれが広がってますドン去年の問題ですドン結構情報量多いじゃないですかでこれ見た上でここの下に書いてあることが言葉で説明されます ここからあなたの説明料を答えます依頼人やワークにおける商標登録営業を基礎として国際登録室がをしブワーってこれ見ながらこれ耳でも説明あの聞き取らないといけないんですよで情報量が多いじゃないですかで情報量が多くてパニックになっちゃってこんなねパネモンを苦手にする方が多いんですよね。なんで苦手な方はこれパネモン対策もした方がいいですね。でパネモンの対策なんですけど一応僕の講座のあの。 セカンドフェーズでは、毎回必ずね、パネモン1枚含めてます。なんで、パネルたくさん練習したい人はおすすめですっていうのと、あと、普段常時、そのパネモン対策したい人は、今からまあやる人ないと思うんですけれども、ちょっと問答をやってみてパネモン苦手な方は、昔からよく言われてるのは、あの、担当の問題をね、あの、1日数問とかね、解いていくみたいなのが有効だったりとかします。そんな感じですね。パネモン結構苦手にする方が多いので、 その辺も頑張っていただきたいと思いますはいじゃあ以上あの口述,述突破のための3つのポイントということでお話しさせていただきましたご清聴ありがとうございました